こら辺のヘビさんがめっちゃでかいんですよね。ホッケーさんがいたこれ面白いですね。これ皆さん撤収が早いですね。噂通りです。せーの、トカゲのおっさん始まるから見ないでください。はい、ということで会場1分前ぐらいですね。今すごい人がそこにね、やばいです。あ、もう開けるって。開ける、うん、じゃあまた後で撮影しようと思います。はい、頑張ります。毎週頑張ってね。セレクトさん撮影許可いただけました。ありがとうございます。すごいね、大きい生態ばっかりいるんですよ ね。 そうね、このお店だけは撮りたくて急いでね来ましたけど、すごい。すごいですね、モニターさんが。見づらいな。ここら辺のヘビさんがめっちゃでかいんですよね。トッケーさんがいた。すごい、直田さん。わあ、すごいすごい。かっこいいね、君。かっこいいね。あ、レオパさんもおる。うわー、すごい。ブラックナイトさん。ホワイトアウト。すごい、まずね、チンチラがいるんですよ。かわいい。すごい、ここら辺。かわいい。かわいいな。なんか見たことあるぞ。あ、いいな。ありがとうございます。すごい、これ手作りなんですか。はい、そうです。あ、全部そうですか。娘がイラストを全部。あ、え、はい、そうなんですね。はい。でもイラストのタッチが違いますよね。そうですね、いろんなタイプのイラストが。すごい。どうかな。これがおいくらですか。
400あ、400ですね。かわいいな T シャツ。パーカーがある。かわいい。これ面白いですね、これこれもいいなぁ。これ買おう。じゃあこれお願いします。ちょっとお金持ってきます。はい、はいはい、今4時になったということでもう終わりましたね。皆さん撤収が早いですね。噂通りです。はい、ということでいかがでしたでしょうか。初出店のイベント終わって2日後ですね、落ち着いたので動画撮影って感じなんですけど、ほんとね疲れましたね。ちょっとした引っ越しぐらいの荷物の量になったし、急遽ね車も2台になっちゃっていろいろありましたけど、まあ遅刻することなくね用意もできたし良かったですね。でイベントの間ね、視聴者さんが来てくれていろんなものをいただいたんですよね。それをちょっとご紹介すると、まず名前言うていいですよね。豆さんからね、カツサンド2個いただきましたね。すごい美味しかったね。ありがとうございます。ごちそうさまでした。あとカオタンペさんから飲むゼリーとかしわ餅、うん、かしわ餅2個いただいてパクッと食べれてね、ありがたかったですね。うん、なんか食べやすいものをわざわざ選んでね、うん、持たせていただいて感謝しています。今回ねイベント会場キッチンカーが来てなかったんですよね。おっさんたちキッチンカーでねなんか食べようって思ってて何もご飯持ってってなくて、それもあってすごい助かりましたね。はい。でバナナマンさんからジュース2本ねいただいたり、あと横助さんからいちごのスティックバームねいただいて、あとうちのお客さんでコーヒー1本いただいたり、あと炭治郎さんから僕たちが頑張っているところの写真撮っていただいたり、あのショットがねすごい嬉しかったです。もうイベント中はもう動画撮るぐらいしかできなくて、なんか記念写真的なのをね全然撮れなくて、客観的に見たかったね。ああいう写真がいただけて本当に良かったですね。ありがとうございます。ちょっとね載せるとこちょっと載せときますね、その写真記念になりましたと。で売れたものなんですけど、レオパさん売れましたね。最初らへんに来たお客さんがブラッドサッカーさんをすごい気に入ってくれて、最後ね買って帰ってくれたということで、であとシェルターですね、雲上大焼きシェルターが結構出ましたね。なんか他の店舗がシェルターは出してなかったみたいで、ちょうどねシェルターを探してきてたお客さんが買ってくれたりしましたね。であと食虫植物が売れましたね結構、うん、爬虫類好きな人はね食虫植物好きだと僕は思っているので売れていきましたね。であと水苔、生水苔を販売して、それもそこそこ出ましたね、うん、なんか他のイベントで水苔見つけて、その時
逃しちゃってすごい探してましたっていうね人がいたりして、その人が買っていったり、あとはテラリウムで使いますとか言ってね買っていったりとか、生の水苔ってね結構貴重なので欲しい人にはねすごい喜ばれましたね。ディビアスクイもね、喜ばれてました、うん、ディビアスクイ結構な人気やったね。十何回は多分やってくれたんじゃないかなと思いますけどね。あとマシュロウくんのモフモフということでやってたんですけど結構人気でしたね。10回ぐらいはモフモフされてましたねもうおかげですごい疲れてましたけどね、マシュロウくんがね。で、駄菓子の方はなんと完売いたしました。ありがとうございます。駄菓子の詰め合わせは完売しました。あのマシュマロが1本だけ残りました。あれもね、1個残ったけど足りないぐらいでしたもんね。実はね、また次9月の何日やったかな、29ぐらいにまた同じところでジャングルハンター福岡があるということで、もう出店がね確定しました。またおっさんたち出ますので、今回ね行けなかった方はまた来ていただければなと思います。はい、そんな感じでね今日はこれで終わりたいと思います。どうも最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。